こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。女性自衛官最後の砦となっていた潜水艦。その潜水艦教育訓練隊に初めて女性自衛官が入校しました。ようやく動き出した。女性採用によっていろんな潜水艦での生活が変わってくるのか。今から始まる訓練も海上自衛隊としては初めての取り組みとなるだが、女性自衛官はすでにいろんな任務についている。他の経験を生かして訓練などスムーズに進めることができる。これで次期潜水艦設計も多少の変更などあるのかもしれない。私としては迎撃弾道ミサイルを装備した潜水艦を見てみたい。そう、イージス潜水艦とでも名付けようか。日本は防衛の国攻撃はできない。迎撃は防衛と同じだからこう名付けた。将来女性だけの潜水艦も出てくるのかもしれない。それには時間がまだまだかかるでしょう。最新装、流型潜水艦にはすでに女性自衛官の起用を想定した居住になっているのかも。そこで最新装、流型潜水艦の性能を紹介しよう。通常動力型の潜水艦として、世界初となるディーゼルエンジンとリチウムイオンバッテリーを組み合わせた推進方式を採用したのが総流型潜水艦の11番艦オウリュウだ。2018年に進水したこのオウリュウに続き、2019年11月には12番艦となるトウリュウも無事進水式を終え、2隻の新機軸を導入した潜水艦が収益を目指している状況となっている。ちょうどノーベル賞の受賞でもリチウムイオン電池が世間の耳目を集めたことは記憶に新しいが、ことに潜水艦への搭載という点ではその実用化には高いハードルがあった。もちろん現在の日本が抱える最高レベルの軍事機密とも言うべき内容につき、どのような技術によってそれが実用化されるに至ったのかは、知る由もないというのが実情だ。ただし、リチウムイオンバッテリーには発火しやすい特性があることは、民生品の電子機器類の事故からもよく知られており、GSU 朝社をはじめとする、開発企業の技術革新の賜物だろう。水中という極めて特殊な密閉された空間の中で発火の恐れがあるということは、兵器としての安全性の確保にとって致命的であり、これをクリアした点が特筆されるべき点だと言える。これを克服したことにより、同サイズの鉛製の蓄電池に比べ、単純比で倍増となる蓄電効率や、さらに充電時間の短さ、ミツル放電の対応回数も大幅に改善されることになったからだ。何より、このリチウムイオンバッテリーの実用化で、それまでの、そう、流型潜水艦の10番艦、昇竜まで、搭載されていたスターリング機関を省略できたことも大きい。これは、基準排水量が2950トンと通常動力型潜水艦としては、世界最大の大きさを誇るとはいえ、限られた艦内スペースを最大限に活用するためにこの上ない利点となったと言えるだろう。すでに、そう、流型の次級となる基準排水量3000トンクラスの、新型潜水艦の建造も開始されているが、
この推進方式は踏襲されており、さらなる稼働時間の延伸が期待されている。また推測だが、放流以前の、そう、流型潜水艦10番艦までについても、回収によってリチウムイオンバッテリーへの換装が実施される可能性もあるのではないだろうか。そうなれば、これまでと比較して、飛躍的に連続潜航時間や距離が伸びたと考えられる潜水艦群で、さらなる作戦行動の多様化に対応できることから、戦術の幅も大きく広がると考えられる。世界的な潮流としては、アメリカ海軍がそうであるように、ある程度の海軍力を有している国における潜水艦の推進方式には、ほとんどが原子力推進を採用されている。アメリカ、ロシア、中国、イギリス、フランスなど、そうした原子力潜水艦の保有国は、枚挙にいとまがないが、この理由の一つが、原理上燃料補給をせずに、ほぼ無限に行動可能なことだ。また、加えて通常動力型潜水艦と異なり、原子力推進は、もともと非待機依存型の推進機関であるため、連続潜航にも最適なことが最大の利点だと言える部分だろう。ただし一説によれば、密閉された潜水艦内での人間そのものの耐性は最大でも、約70日前後だとする指摘もあり、物理的にはこれを上回るとはいえ、運用上からは疑問視する声もある。また、潜水艦自体の燃料は無補給で大丈夫かもしれないが、人間の燃料、すなわち水や食料の補給は必須であり、これを考慮すれば、原子力潜水艦といえど、無補給ではいられないと考えられる。そうした意味においては、日本の領海を主たる作戦行動範囲とする。放流は、ほぼ原子力潜水艦に匹敵する運用が可能な能力を手にしたと言えるだろう。また、放流の最大潜航深度は600メートル以上に及ぶと、召されており、この点でも仮想敵国である中国海軍潜水艦の同約300メートルを、はるかかにしのぐものだと言われている。この性能を上回る艦としてはアメリカ海軍のシーウルフ級原子力潜水艦しか存在しないと考えられ、同海軍の主力の攻撃型潜水艦ロサンゼルス級とも互角だと召されている。反面、主たる活動範囲となる日本の領海は、深度600メートルより浅い海域が大半であることもあり、そもそも、放流の性能がオーバースペックだという指摘もある。放流の船体に使用されている鋼鉄の強度は世界でも、有数のレベルであるため、建造技術と相まって高い潜航深度を実現しているが、いささか皮肉だとも言えそうだ。また、放流をはじめ、海上自衛隊の潜水艦は専守防衛を是とする制約上、兵装としては原子の魚雷発射艦方式のみであり、いわゆる戦略的潜水艦の持つ垂直発射式は備えていない。この点、海上自衛隊と異なり、戦術的な用途に加え、ある種の戦略的要素への潜水艦活用を希求する軍においては、選択肢として考えづらい設計であることも事実だろう。これが日本にとってプラスか否かは、判断が難しい点だと思われるが、オーストラリアやインドの潜水艦導入に際して、ネックとなったことは間違いないと言えそうだ。